はい、今ダイヤモンドマスター初昇格しました。かなり報酬もいいので嬉しいですね。まあパーティーとしては氷属性で固めて、ナーシアでまあコスト下げつつ、ギルガメとメディエナ EX ジョブ化してやってます。新しいキャラとかほとんどまあ必要と今の時点ではしてないので、こういうパーティーで組んでますね。一応ギルガメッシュの方ではオーディンで命中率上げて、メディエナの方はアクセサリーで命中率上げてるっていう感じですね。まあ、あまりナーシアの方にはこのステージだとヘイト向いてくれないんですけれども、一応ナーシアにヘイトが行くようには作っています。まあ、ナーシアも育ちきってはいないんですけれども、まあ一応こんな感じでなってますね。やはり UR のヘレナの攻撃はちょっと厳しいかなっていう感じですけれども、まあほとんどがワンパンされることはないですね。ギルガメはこんな感じですね。まあ、編成とか装備まだまだだとは思うんですけれども、まあ一応これぐらいでもトップクラスまでは上がれるっていうことをちょっとお伝えしたくて動画を撮っていますね。あとはまあそれぞれの動きですね、その辺気をつけていただいて、例えばメディエナがあまり前に出すぎないようにしたりとか、まあ、うまくアビリティ使ってくれるようにちょっと気をつけながらやっています。一応ダイヤモンドマスターなるコツとしては、毎日この5個をちゃんと消費するっていうのがかなり重要だと思います。あとはやはりまあ編成はそれぞれいろいろやり方があるとは思うんですけれども、まあコスト低めのもののどれかをマックスまで育てて、まあ私の場合はナーシアになるんですけれども、まあ、あとは EX ジョブ化で120を、まあ、3体集められればっていう感じですかね。なかなか上がれないことも多いとは思うんですけれども、まあいろいろ工夫しながら楽しみながら毎日5回消費していろいろやってみると昇格につながると思いますし、楽しいと思うので、ぜひやってみてください。では、よろしかったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。では、ご視聴ありがとうございました。